皆様どうもこんばんは、桜井ののかです。本日はね、スペシャルゲストがいらっしゃいまして、私とね、元彼マネージャーの10年来の共通のお友達が来てます。イエーイ、インスタグラムの桜井ののかに対する偏見はありますかっていうのを質問で募ったんですけれども、まあ私が言ったらさ、本当か嘘か分かんないじゃん。よく見られたいなとかさ、かっこつけたいなとかさ、そういうの出ちゃうと思うんで、今日は私に対する、偏見を私が、お二人に聞いていくので、実際の桜井ののかってどんな人っていうのをね、桜井ののかの世間のイメージと本当の桜井ののかについて、お二方に、話していただきたいと思います。じゃあまずいきます。サバサバこびない、食べ方が汚い。じゃあまずサバサバしてるかしてないか。サバサバしてる。あ、してるんだ。してる。多分共通のお友達の前では結構サバサバしてたけど、男の前だとさ、結構ねちねち。全部が全部サバサバしてるわけじゃないとは思うけど、やべえときは見てるし。メンヘラみたいですね。興味ないことには興味なくて、はい、興味あることには愛情深い。あー、なるほど。こびないですか、私は。こびない。あの、嫌われないようにしようってぐらいで、まあこびてるイメージも自分自身もないかもしれない。私こびないです。はい。食べ方が汚い。うん。あああんまり綺麗ではないかなって気は。元彼さんどうぞ。矯正箸を買ってあげたことがありますね。一緒にラーメン行った時に、すごい持ち方してんな、こいつ。鉛筆の持ち方が違うから、お箸の持ち方が正しく持てなかったの。鉛筆を持ってください、そこからここにもう一本入れるんですよっていう教え方がメジャーだと思うんですけど、メジャーな教え方じゃ私はあのお箸の持ち方を覚えられなかった。マナー違反になるのかなんないのかはちょっと分かんないんですけど、うん、でいいとこのご飯行って、うん、手あげりゃすぐスタッフが来るところ、すいませんっていうところに、ちょっとかっこいいなまであった。もう超えたんだ。うん、振り切ってる。振り切ってる。ボタンとか押さないからね。いや、押さんかい。ファッションセンスが終わってる。終わってるとは思ったことないけど、ザ・水商売の人っていう感じ。その辺の歌舞伎町に歩いてるキャバ嬢の姉ちゃんって感じ。あ、わかった。じゃあこれ答え、私のファッションセンスが終わってるんじゃなくて、歌舞伎町にいる女のファッションセンス終わってますってことですね。あ、そういうことだね。桜井ののか、臭そう、かっこアンチではないです。臭いとは思ったことないけどな。強いて臭いなって思うのは、香水つけすぎな時がある。そっちの臭いはあるかも。なるほど。っていうかさ、元カネマネージャーに私過去に言われたことあるんですけど、うち脇がだったよね、調子悪い時。調子悪い時リエ脇がじゃないって言われたことあったもん。風呂に2日ぐらい入らない。あ、うん、そういうんじゃないの。だから体調が悪いっていうかな、飲みすぎちゃったのか。あ、でも飲みすぎた時って翌日結構臭い人多くない？うん、あ、そんな感じでたまに臭い時はあったそうです。今は大丈夫です。努力家でしっかりしてる。あ、偏見じゃなくなっちゃったっていうコメント来てます。確かに努力家ではあると、非常に、うん、しかもなんかその努力がこう周りからすると見えやすいというか、うん、あー、確かにちゃんと結果に出してますからね、うん、なんか掛け持ちが多かったから結局、キャバクラ嬢という仕事に対して 100% の力を注げたかったら、一回も注いだことがなかったから、まあそれでも売れちゃったから、もしかしたら闇になっちゃったね。もうやめよう。次、寝てなそう。寝てなそう。寝てるんじゃなくて、今思えば潰れてたんだな。気絶。気絶。お酒でバタンキューみたいな感じで寝るじゃん、うん、あれって睡眠に入んないらしいよ。気絶なんだって。だから疲れ取れないんだって。まあうち多分1日 3,4 時間しか睡眠取ってなかった。嘘をつかない。まあそれはわかんねえか、誰も。波程度にはつきますけど、そんな中死ぬほど許せないこいつっていうほどの嘘はついたことないと思う。だってパッと出てこないってことは、まあ、だからそうそれない、うん、桜井ののかには友達がいない。いない。次。まあ元彼が言ってんだったら間違いないだろうね。間違いないね。でも私、あの元彼マネージャーと別れて何年経つ？3年、4年、4年、4年だよね。4年ぐらいかな。どうにか4年の間にできてるかもしれないよ。ない。次。
はい、次です。いつも吐いてるイメージがあります。まあその通りなんじゃないですかね。確かに週に2回ぐらい吐くかな。おかげさまで、あの食道炎やられちゃったもん。おじさんの病気だもんね。はい、次行きます。あ、これは感度が悪そう。これどうなんですか。これは、いや、わかんないです。演技かもしれないっていう意味を込めて、うん、俺にはわかんないよっていう。あ、なるほどね。あ、もう言います。これ私がちゃんと感度はいいです。好きもんっていうのもありますし。好きもん、だから気持ちいいなって思わなきゃ好きもんになんないじゃん。セックスの苦痛だなとか、セックス気持ちよくないなって思うんだったら好きもんにはなんないと思うから、まあ感度いいなと思います。めちゃくちゃ稼いでるのにケチ。ケチなイメージないかな。ケチなイメージを持たれてるのは多分生活水準が結構低いから、そこまで欲がないというか。あ、そうかもそうかも。人には結構そのおごったりとか、まあうち当時一番稼いでただろうから、まあ元彼周りにおごったりとか、キャバ嬢時代のキャストの後輩におごったりとかするんで、そんなケチじゃないけど、なんていうのかな、スーパーとか行った時のちっちゃいお金がどうしても払えない。えのきってさ、だいたい100円いかないぐらいなんですよ、スーパーで。でもそれが150円とか、えのき100円超えてたらちょっと悩んじゃう。なんかここのスーパー高いな。それケチなんじゃなくて生活力があるということでございます。うん、桜井ののかは意外と優しい。意外とじゃなくて優しいんだよ。そうだよね、優しいよね。うん、なんか優しくないイメージが多分ないと思うんですけど、何を思って優しくないイメージを持ってるのかが逆に気になる。なんなん、毒舌だからかな、 SNS 上で。で、私本当に SNS 上じゃなかったら一切毒吐かないです。だからたまにお客様が来ても、毒舌なキャラの桜井ののかを見て来てくださってるから、もっとののか節ちょうだいよって言われるんだけど、あんまりちょっとね、思い浮かばないっていう。なんか毒吐けないです、本人目の前にしたら。はい、まあ悪口はあの嫌いじゃない方だと思いますけど。毎日納豆を食べてそう。正解なんじゃないですか。そうだよね、まあ、食べてたよね、うち本当に毎日食べてた。納豆がなさそうな旅館に納豆を持ち込むし。そうなの、持ち込んじゃうの。納豆がなさそうな旅館っていうのはよくわかんない。懐石料理みたいなとこで、夜とか朝とか、うん、部屋食とか、ね、あ、そうそう、うん、ああいう時って納豆がないし、納豆1個じゃ足りないからコンビニで買ってくるんだよ。前にドバイ行ってたじゃん、あの時は食べれなくてどうだった。早く帰りたかったね。東京恋しいじゃなくて、うん、納豆が恋しかった。今その話してたらもう納豆食べたくなってきた。もうダメ、病気。ちなみに納豆のプロデュースしようかなって思ってないんですか。納豆のオファー来ないでしょ。自分で畑作って大豆から、大豆から、そういうのあったらね、うん、面白いよね。もうそれだけで一つ番組も、それだけで YouTube のさ、一つのチャンネルできちゃうね。副賞版のダッシュ村みたいな。確かに。くらいなのかは、誰にも心を開いてなさそう。誰にもってことはないんじゃん。いるっちゃいる。でもなんかそういう人でも、裏切られても仕方ないかなっていうのはいつも思ってるけどね。信用するの難しくないですか、だって。うちらほら、あの水商売ね、ずっと長いことさ、やってたわけだから。多分あの私がってよりは、基本的に水商売で結構長く働いてると、心 100% でうわーって開いてる人はいないよね。うん、開いてたら相当バカだよね。開いててなんか見てるやつを見たことないよね。そう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 。桜井ののかはチャラそう。時期的なものじゃないですか。確かに、確かに。それは、うん、なんかさ、女の子ってさ、彼氏と別れたばっかの時ってさ、やりまんモード入るじゃん。それは私だけじゃないと思う。どんなにチャラくないチャラくないでやってきた子でも、彼氏と別れて解放された瞬間はみんなやりまんモード来ますから。まあ、うちはその期間が長かったりとか、まあ、ちょっと人より好きもんだってだけで、チャラチャラしてるかって言ったら、なんかどちらかというとチャラチャラたぶらかしてるとかじゃなくて、お金で割り切ったりとか、性欲がちょっと強いからちょっと解消してくれませんかって、お金払ってやってもらうから、チャラチャラしちゃうとちょっと違うんでね。性欲が強いけどチャラチャラはしてないと思う。やりまんではないと。あ、うん、そう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 、硬い結構ガード。私桜井ののかだしって思ってるから。皆様、今回の桜井ののか TV いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、こう私が実際に答えるのではなく、あのちゃんとエビデンス今日取れてますから、これ間違いなく、本当の桜井ののかの素性とか、まあ、素顔でございます。
読み切れてないものでもたくさんあの偏見の方いただいたんですけれども、まとめるとね、桜井ののかって結局いいやつだよねってことで大丈夫でしょうか。そうですね、はい、13年間のエビデンスではい、ありがとうございます。今回の動画が面白いなって思った方、ぜひとも、チャンネル登録、そして高評価、コメントの方よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、TikTok の方もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあねー。